そうですね、そうそうそう、なんかそう考えると DMC って DM あれそんなんないっけ、うん、あ、うん、あれだ分かっちゃった、いやいや今なんか農家に似てるなって思ったけど逆から読んだんだ私、あーあーそれで私ネギシ君が出てきてたんだ、え、ネギシ君、ネギシ君じゃないっけ、ネギシ君 DMC、 ネギシ君だよね、はい、なんかみんなって言ってますよ、あれ私だけ、え、なんだろう、デトロイトのメタルシティの主人公くんって、ああ、みんな違う DMC だった、私違う DMC でした、え、違う DMC ってあんの、なになになに、え、私はあのなんかあのこう化粧品とかのあれかと思ったんですけど、あ、それですよ、なんかね、レディータルモンのね、うん、それですよ、それですか、うん、うん、それですよ、それですよ、うん、嘘だわ、まあまあまあ、そう、でも本当になんかね、たくさんの方が、はい、はい、キャストさんいらっしゃって私今回、うん、あのいつも収録後の時って用意していただいた台本をね、あの本番で使ったのじゃなくてこうやって見せてたんですけど、今回はボロボロになってるからね毎回今回は私完全にこう自前で収録した時のやつで、なんかねこう、うん、なんかこうキャストさんの名前がバーって載ってるのとか、そう、交番表とか、ね、キャスト表とか、うんうんうん、挟まったまんまなんですしかもしかも何、あれ本当にこうやって書いてるんだ、何ここ、ここ見せてもいいのかなここ、うん、いいですよ、ここあれですね、長谷川さんがこれ私のだよって分かるように、はい、はって丸はって書いてありますね、書いてあります、書いてあります、普通って言ったら、まあ、人それぞれかもしれないけど、うん、ほら自分の名前のところに丸つけたりとかするんじゃないの、うん、それ楽ちん、でも正直この丸はって書いたのも正直気まぐれで初めて書けたそうなの、ちょっとだってそうなんだ、そうなんですよ、ほわほわほわ、初めて書きました、やっほー、そんなわけで、うんうん、24話ですよ、うん、どうでした今更ですけど、どうでした、そうですね、うん、やっぱりね、前回のお話がすごく胸にねずーんときて、うん、前回のお話見た後ね、リアルタイムで見て朝の6時まで寝れなかったの、ずっとなんか起きちゃって、あ、そう、そう、なんかすごいね、いろんな意味で胸が痛くて、はぁーと思って、私もあの23話見て、うん、その後大量に、うん、あのアニメーション見た、もうあの後の流れで、ああ、うん、その後にやってた番組とかで、そう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 、なんか癒されましたわ、そうなんですか、可愛い女の子がいっぱい出てくるアニメでした、へえ、うん、よかったです、歯がない歯がない歯がないね見ましたわ、そうか、私はテレビすぐテレビをふって消したのに、うん、なんか5、6時間起きてましたね、なんか寝れなくて、まあでも、うん、まあ皆さんもね、この後どうなっていくのかドキドキだと思うんですけど、23話のね、うん、あの収録後の時に、うん、結構私たち、あ、ごめん、長谷川さんは大丈夫だったんですけど、喋、うん、っちゃってて、喋ってた、ね、だってでもピン入れてって言ったんだよ、まずかったら言ったね言ってた気もする、ね、あとぼかしてくださいとか言ってた気がするけど言ってました、言ってました、うん、そうね、うん、結構喋っちゃったので、うん、今日もなんかいろいろ言っちゃうんじゃないかなと思って、うん、なるべくこうやる気を出さないようにしてます、やる気を出さないように、うん、やる気出したらいろ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 喋っちゃいますもん、そうですね、いろいろお伝えしたいこともあるんですが、うん、そこはぜひ24話本編を見ていただいて、そうですね、私あの今回さっき言ったようにトーマくん出てくるんですけど、うん、台本にね、うん、こうパッて見て行くと春冬春季節がものすごいあのせめぎ合ってんの、本当三寒四温みたいな感じになってて、ちょっと 今気づいて面白くなっちゃいました、はいはいはい、うん、確かに結構冬が続くんですよ、冬みたいな、冬もね、うん、はい、そうです、でまた冬が来たら春が来ますから、そうですね、ちょっといいこと言ったね、24話もね、うん、そうなるといいですな、ですな、まあ、なるかどうか知ってるけど教えてあげない、あそこまで見ていただいて、うん、はい、ということで、そんな24話は、
12月15日。あ、12月のね、15日、うん、あのもう少しでうちお父さん誕生日やるの。そうなんですか？おめでとうございます。お父様おめでとうございます。あの誕生日で思い出したんだけど、はい、もう全然話聞いてない。いいですよいいですよいいですよ。いいもん。何？誕生日で思い出したんだけど、私、11月のね誕生日を、うん、迎えた時に、あの手前味噌ながらのブログを更新させていただいたんですよ。ほう。そのタイトルが、秋の嵐っていうタイトルでブログの記事エントリーしたんだけど、今回はるかとみきが主役の座をかけてやってるミュージカルのタイトル、うん、覚えてる？あ、春の嵐。そう、はいはいはい。それを見ておーって、あーパクられたって思ったんだよ、ね、嘘だよ。本当に嘘だよ。パクられた。もちろんね、うん、先にその絵コンテだったり脚本だったりなんだけど、うん、私の中の時系列で言うと、それを知ったのがオンエアの時だったの。23話がオンエアになった時に台本を持ってたことに気づいて、うん、あれ22話とかでも見えてたのかな、もしかしたら小鳥さんが渡すシーンが、はいこれよって渡すシーンでもしかしたらあったのか、ああまだなかったのかあれなんだけど、私が気づいたのが23話のシーンだったのね、うん、だから私先に秋の嵐って書いてるから、うん、わーって思って、まぐられた、まぐられたーって、どっかでやると思ったけど、違う身内だしねって思って、そういうところで言う。違う、もう根本的に勝手に興奮してました。なるほどね。はい、でもじゃあ嵐が起こるのか、まあ起こってますからね今ね、うん、すごい嵐ですよね、うん、うん、そうですね。でもみんな一生懸命だから、そうね、春の嵐ってどんなストーリーなのかな。なんかね、24話で出てくるセリフを読むと、あ、こんな感じの劇なのかなっていうのがちょっとわかると思うので、うんうん、23話のミキかっこよかったもん、セリフ。あー、そうね、うん、なんかこう、こんな感じでやってましたね、うんうん、本番中も。あ、でもイメージはそうですよ。それはあのマイク前なんで、こうやったらマイクにバーンってぶつかっちゃいますけど、あの一応あのこういう感じでやってるつもりでやりましたよ。私、うん、あのシーンが一緒だからさ、うん、長谷川の姿を見れてないのね。一緒にマイクに並んでちゃってて、私は画面と台本と見てるから、はい、でも別の時に、うん、結構身振り手振りをしっかり長谷川がもちろんノイズにならない感じでやって喋ってるのをついこの間見て、あー、すっごい可愛かった。どんな？え、あのこうってわかんない。これ24話じゃないんですけど、24話じゃないです。この後皆さんにあの、はい、買っていただけますですね、ブルーレイとそれから DVD の特典なんかも何巻かな、お楽しみにしていただければ。こうっていう、あれ、うん、あれはブルーレイとか DVD でしたっけ。あ、違うあれだ、年末にお会いできると思います。年末お耳に書かれると思います。そうそうそう、いや、なんかだってね、こう高速で、まあまあいいや。まあここはあのぜひあのそれを聞いていただいて楽しんでいただけたらなと思います。はい、そうだったからさ、うん、私もさ、自分がさ、あのはるかが、うん、その喋る時に、うん、あの23話の時ね、はい、ナイフを、剣を、あのレイピアみたいな剣を持ってた、持ってた。そうだから、あ、ちょっと持たなくちゃってこうやってやってたんだけど、はい、もう結構手が当たるのね、マイクスタンドにね。あー、ノイズになっちゃう。そう、大変だった、大変だった。あれ楽しかったよ、うん、あの15話の話でポンポン話しとくんだけど、うん、15話って何？15話の、後半の方で、うん、予告編をやったでしょう、映画の。あー、やったー、無事があった生きたらぎの。やりました。あれの時にあのはるかがハルシュタインっていう役で、うん、マントをこうやってバサーって翻すシーンがあったのね。あったテストでやった時におとなしくしようと思ってやったら、うん、もっと翻して言われて、本番バサッ物理的に翻してみたみたいな。やってた、そうだったんですね。でもその、 あの熱意も伝わってかっこよかったですよ。ハルシュタイン、ひざまずきなさいはっって言いたくなりました。しかもひれ伏せまで言ってたからね。そうでしたっけ、うん、ひれ伏しなさいとか言いましたっけ、うん、言ってた、言ってた。あれ、過激や、言ってなかったらなんかあれだね言いたかったんだみたいな感じまあでもすごいね、面白かったんで、キサラギもどっかでなんか
また見たい。そうだ ね。あれはちょっとミュージカルとかにするのは難しいから、ぜひ映画館で見たいよね、キサラリはね。そうですね、うん、今こう願望をね述べておけば映画館で見たいよね。そうだよね、ポップコーンとね、うん、はい、はい、じゃあ取り留めもない会話でございます。はい、はい、12月15日、第24話が順次放送開始予定でございます、うん、予定なのがちょっと怖いね、はい、大丈夫だと思いますよ、ね、うん、ですよ、はい、うん、というわけで、はい、以上収録 GO! で